バートマンです。このチャンネルではですね、たびたび新商品とか皆さんにお役に立ちそうな商品をですね、ご紹介させてもらってますけど、そうじゃない機材っていうとあれですけども、まあ、たまたま、人間関係でですね、たまたまうちにやってきたとかですね、完全なる俺の好みで、買って、これ誰も興味ないよなっていうものとかですね、あって、まあ、ご紹介しきれてないままなんですよ。なのでですね、今日は特に、まあ、手に入れて良かったもの、良かったものを5選、ご紹介したいと思います。ただしこれは僕の好みなのでちょっと違ったらごめんなさいなんですけど、興味持っていただけたら嬉しいし、そういうマニアックな方がいたらですね、非常に嬉しく思います。さあ、それではですね、1本目は、ギターでございます。このギターはですね、池内名木商店さんのストラトになります。というわけでですね、こちらのストラトを僕が買ったわけではなくてですね、僕のサロンメンバーさんに、富豪の方がいるんですけどその方がですね、飽きるまで使ってていいですよって言ってお貸しくださったんですね。ちょっと変わったギターですよね。どういうギターかと申しますと、ウェンジという、最近流行りの、ネック材ですね。ウェンジというこういう木でございます。なんかマホガニとローズウッドを掛け合わせたような木でしょうかね。なんかね、そんな感じです。はい、全然わかりませんよ。掛け合わせてはないと思うけど、そんな感じですそして、ライトウェイトアッシュ、そしてフェンダーの USA のピックアップがついていて、アノダイズとピックガード、これはアルミのピックガードですね、がついております。さあ、それではサウンド聞いていただきましょう。でですね、池内商店さんのストラトなんですけど、こちらはですね、まあ一般的にストラトといえばあんな感じかなみたいな、皆さんが頭にこうね、ストラトのサウンドっていうのがなんかよぎると思うんですけど、それとちょっと違ってね、57年モデルなんですよ。57年モデルなんで、57年モデルってね、結構太く暴れるんですね。まさにその感じが出てるいいストラトだなと思います。はい、だからまあ60年代前半とかが好きな人、レイボーンとかが好きな人とはまあちょっと系統が違うんですけども、これはこれで57年としては非常に、確かに57年っぽいみたいな、非常に興味深いストラトでございます。さあ、次のギターはですね、最近手に入れたんですけども、ウエストビルという、メーカーさんがありまして、そこのですね、ソーラー D M プライプラスという、モデルでございます。こちらはですね、知り合いの方が、ギターを手放したいということで、何本か出してたうちの1本をですね、譲っていただきました。ありがとうございました。さあ、というわけで、このギターの基本構造のお話をしたいなと思いますが、まあ、世の中によくある、フルアコースティックというものです。フルアコースティックっていうのは何かというと、このボディの中はですね、空洞になっているということです。はい、空洞になっています。ちなみに、セミアコースティックっていうのは、この部分真ん中にですね、木が這わせてあるというか、こう、真ん中に芯がある状態ですね。だから、ここ叩くと、普通に木材の音がします。こんな箱の音がしませんね。そう、これはフルアコースティックで、あとはまあ特に何の変哲もないものなんですけども、ソーラーというこのモデルはですね、普通はこの板がですね、この使ってる板が1枚板なんですよ。ただこれはですね、プライといって何枚かを重ね合わせたボディになってます。で、なんでそういう風になってるかというと、強度を上げるためですね。なんかそういういろいろと工夫がされている M プライというシリーズでございます。それではどんな音がするか聞いていただきましょう。ビルのソーラーなんですけど、見た目とはちょっと違って皆さんのね、予想を裏切るところがありまして、このボディですね、結構鳴りが抑えられてるんですよ。生鳴りを抑えてるので、アンプの音を結構上げてもですね、ハウらないっていうところがあります。そしてなんだったらですね、こうやって歪ませても平気というぐらい、なんだったらですね、ハウリングを起こしてしまうところなんですが、意外と耐えれるんじゃないかなと思います。まあ、ここまで歪ませる人はいないと思うけど、ちょっとブルージーにね、歪ませたりする人にはいいんじゃないかなと。
まあそういうところまで使えるよというところですね。さあ次のギターはですね、このヘッドを見ていただけたらわかるんですけども、もうね、あの Z 社じゃないかと思うと思うんです。はいちっちゃいっていうねこれもですね、最近手に入れたギターなんですけど、アントニオ T サイって読むのかな、ベトナムのメーカーのギターでございます。このギターはですね、全然何の目的もなく、ちょっと立ち寄ろうかなと思ったリサイクルショップの入り口に置いてあって、なんじゃこのギターと思って、まあ最初は無視してそのまま帰ったんですよ。で、改めてなんかあれが気になるなぁと、思ってですね、次の日見に行ったら、ちゃんとしたマホガニで作られているし、このシェルも本物じゃんっていう、本物のシェルが貼ってあると思って、これは面白いなぁと思ってですね、実はなんかスタインバーガーがなんか旅行用に買おうかなと思っていたところだったのでこれでいいじゃんと思って購入しました。それでですね、このギター家に持って帰って弾いてみたらめちゃくちゃいい音するんですよ。いい音するでしょ歪ませてもね、いい音がするんですよ。するでしょ一人で爆笑しておりました。見た目に反して素晴らしいというところはもう本当にサウンドぐらいしかなくて、ちょっとやっぱり作りが荒いなっていうところはあるんですけど、まあシェルが貼ったってすごく綺麗だし、まあポッとね旅行に持っていくのにも便利だなと思って、使っております。さあ次はですね、テイラーの 512E12 フレットジョイントというものですね。これどういうものかというと、最近のアコギというのは14フレットのところでこのボディの継ぎ目があるんですけど、これは12フレットで継いであります。短いんですね、ここが非常に短いモデルとなっています。このギターをですね、手に入れた経緯は、実はブラインドブレイクという、ギタリストにハマりまして、どういうギタリストかというと、あの1930年ぐらいまでご活躍だったですね、盲目でラグタイムギターを弾くですね、ギタリストがいまして、その人のギター素晴らしいんですよ。それでハマってしまいまして、このタイプ、要はニューヨーカーとかですね、ラグタイムギターとかって言われますけど、ヘッドに穴が開いてて12フレットジョイントでボディがちっちゃいこのギターがですね、好きになっちゃって、今も絶賛集めているんです。様々なこのラグタイム系というかニューヨーカー系のギターを集めているんですけど、一応僕がお世話になっているのはテイラーさんなので、テイラーさんでないかなと思って探してたら、ちょうどね、あのお茶の水かなんかで見つかりまして、購入しました。それではサウンド聞いてみてください。普通のアコギより低域の方にちょっと特徴があるかなと思います。というわけで、このギターを買うにあたって予定にはなかったというか、これ便利だなというところがありまして、このタイプのラグタイムのギター、ニューヨーカーのタイプってですね、このナット幅がちょっと広いんですよ。なので複雑なコードを押さえても結構こう何、隣の弦に指が当たってしまうみたいなことがなく、非常にですね、指弾きの時とか複雑なコードを使う時、そしてカポを使ってですね、まあ特殊なちょっと押さえ方をする時にはめちゃくちゃ重宝してるんです。さあというわけで、今日の最後の商品はですね、こちらです。タフ TX というですね、メーカーのフレットガードなんですけど、これめちゃくちゃ気に入ってるんです。今日はちょっと最後にご紹介したいと思います。このフレットガードを手に入れた経緯は、先日特に何の用事があったわけでもないんですけど、中華街の近くにいたもので、中華街のところにある雷ギターさんっていう、ブランドやってたり、ギター販売してたりするお店に寄らせてもらったんです。せっかく寄ったので、なんか買って帰ろうと思って、こちらのフレットガードだったら、ほらいくらあっても大丈夫なんで、フレットガードとあとピックと買わせていただいたんですけども、このフレットガードがね、めちゃくちゃ高機能で、めちゃくちゃいいんですよびっくりしました。いつもはですね、こういうプラスチックのやつを使ってるんです。フレットガードをつけておくとですね、やっぱりフレットの痛むこうスピードがね、ゆっくりになるなということでよくつけているんですけども、こちらはね、すごい便利なことに湿度管理までしてくれるんですよ。湿度管理もしてくれまして、もしこのフレットガードに湿度が溜まってしまったらですね、こうやって再生サインみたいな、一回干してくださいみたいな、マークがあるんですよね、これ。これはね、ピンクになると、そろそろ干してくださいというマークのようです。
今大丈夫ですね。なのでこの青い間は普通に何度も使えるというわけでですね、まあ高機能ですよね。それでまあちょっとこれ予定になかった部分なんですけども、幅が広いのでね、7弦ギターとかでも大丈夫かな。そして丈が長いんでピックアップもちゃんと隠してくれるっていうのもあるし、ベースの人とかもね使えるんじゃないかなと思いますね。これはすごくね、あの重宝してます。もっと欲しいぐらいですね。というわけで最近手に入れた5つのものをご紹介してみました。何か参考になればいいんですけど、というわけでですね、また何か新しいものが手に入ったら皆さんにご紹介したいなと思っております。というわけでこれからもギターのこと、レッスンのこと、様々なギターに関するトピックをですね上げていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは。ありがとうございました。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。